どうもこんにちは、黒ネタです。グラビティデイズ2続きをよいしょ、やっていきたいと思います。では今回はメインミッションをメインストーリーか進めていこうかなと思っております。あそこだね。よいしょ、ここだ。始めましょうか。審判のテーマ。酒草な、もうん、声が大きい。私は重要な調べ物をしている。静かにしてくれ。金属地というすごい穴場あるんでしょ。うん、あのちょびひげの花を明かしてやろうよ。気楽に物を言うな。うん、あ、やっぱ危険があるんだね。ああ、我が民たちを生かせるわけには。重力使いにお任せあれ。確かにキトゥンだったらいけると思うよね。正直今のままじゃ負担が体がなまっちゃうよか。それにリザは一人で悩みすぎなんだよ。ほら、あ、みんな。エピソード3、審判のテーマ。うん、これ以上近づくのは難しい。いけるか。余裕。じゃあここはひとまず私に任せて。ほほう。いや、金属地っていうだけあって敵も強いんじゃないかな。敵だらけだと思うんだよね。しかし見たい厳しいけど、やっぱり民のみんなには慕われてるんだね。まあ仲間を思っての行動とかがやっぱ厳しく見えちゃうだけなんだろうね。ほほう。金属地っていうから怖くて危ない場所だと思っていたけど、想像と全然違う。怖いというより不思議な。こんなのんびりしてる場合じゃなかった。バンガ集落のために重力鉱石をたくさん持ち帰らなくちゃ。確か指導が言ってた。ああ、大いなる、富を得るだっけ。言ってたね。まずは目の前の島から探してみよう。オッケー。向こうか。よいしょ。なんかありますかね。ほっ。よいしょ。あ、なんか書いてある。ん？リザが伝承で聞いたってこれのことかな。何か書いてある。ん？道が開かれん。倒せってこと？何かを倒せってことみたいだけど。ん？出た。重力スロー。いけ。よし、オッケー。あとは？ん？重力キック。ははは。は、上にいるね。重力スロー。よっ。ほっ。よし。これ便利だな。おおおお。何これ、手が。あれって手動いてる。新しい島も出てきた。はあ、やっぱりネビを倒すことで合ってたんだ。はあ、あの石碑の導き通りに進めばいいってことだよね。オッケー。これは手なの？はあ、まあ、試練に打ち勝てばいいんだろうね。よし、行きましょうか。ほい。これは手なのか。よいしょ。ここにもあるね。ん？すべての重力鉱物を破壊せよ。どこ？あ、そこか。あ、敵もいる。あ、ちょっと強いじゃん。あ、ういプレシャスジェムをよこせ。よいしょ。よいしょ。で、向こうか。
とっ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 と。よいしょ。で、これもか。結構あるね。よし。おいおい。OK。あとは？あ、16。あ、届かないのか。ちょっとこのまま。で、これか。よし。よいしょ。オッケー。で、上か。え、そこ？よいしょ。前か。よいしょ。で、あれを壊して、降りて、よいしょ。これも壊すと。お！まだ出てきたな？その前にこれを取りたいけどな。重力。あ、物がないのか？よいしょ。あ、いっちゃった。そうじゃない。お、結構早いね。ほっ。よし。よいしょ。で、これも壊して。よいしょ。前回プレシャスジャムで強化したからね。やっぱコンボが長く続くのはいいね。んで、次がどこだ？あそこか。ほっ。ふうふう。ほっ。結構遠くない？よいしょー。なんだこれ？サボテン？よいしょ。うん。冬世辞力に頼らず撃破せよ。あー、何かぶつけろ。あ、サボテン浮かせて重力スロー、重力スロー浮かせて、よいしょ。オッケー。やっぱこれ便利だな。ん、あ、お前か。こいつ定期的に来るな。よし。サボテン浮かせて飛んでけ。あ、いいね。あ、結構来たな。うん。ペネトレイトスローと SP、重力グラブをしていないときに丸を長押しすると SP を消費して強力なペネトレイトスローになります。はは。SP は敵にダメージを与えたりダメージを受けることによって、増加しますと。はいはい。よいしょ。あ、なるほど。おお、面白い。ピタゴラスイッチみたい。 SP ジェムで、あれを取ると回復すると。オッケー。あとは？あれか。いけ。いや、便利だなぁ。オッケー。で、向こうか。ちょっと待ってよ。俺、パワーアップでさ、強化できんじゃね？重力キックじゃない。これか。重力グラブ。わぁ、400か。結構、すんのな。いろいろと集めていく必要性がありそうだけど。よし、まずは向こうに行きましょう。次の強化先はそこかな。スピードアップ。あ、あるね。よいしょ。ん？毒の霧に用心。毒の霧？あ、これか。うわ、これ空中に絡んだらやばいかな。よいしょ、よいしょ。はは。島自体が動いてるのか。よいしょ。一旦降りて、あれか。飛んでけ。すごい、すごいとこが届くね。で、お前も、あ、この野郎、すげえやりづらいとこに行くな、こいつ。あー、で、ここダメか。うお、苦しい苦しい。はあ、目の前が真っ暗になって危なかった。この霧みたいなものを近寄らない方がいいね。危ないもん。
ほほ。あんまり長時間いちゃいけねえ感じだね。浮かせて。そこにいんの？あ、いたね。よいしょ。あ、待った、危ない。危ない。あ、危ない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 。敵出す。敵出すってなんだ。俺、いけ。俺も行くぜ。よいしょ。おう。よいしょ。一旦、浮かせて、こうか。他に浮かせるものがない。ちょっと遠くに行こうか。お、危ねえ。よいしょ。浮かせて、よいしょ。あ、血がとか当たってるね、あれね。あ、痛い。結構痛いじゃない。よいしょ。浮かせて、飛んでけ。危ねえ。なかなか硬いですね。よいしょ。あ、これ離れた方がいいのか。危ねえ。あ、食らってるね。いや、こいつ結構厄介だね。浮かせて、あの手だね。で、あとは？ん？あ、倒したのか。ほほん。痛い。よいしょ。回収して、よし、これも、あ、ちょ、壊しづらい、すげえ壊しづらい。オッケー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 。で、取って、もう一個あるね。取って、あ、366か。そんなとこ行くの？よいー、よいしょっと。ん？あ、で、これか。なんだ？ 7 つの棘？なんつった？棘を捧げる？棘を捧げる？あ？浮かせるとか？違うな。なんだ？どっかにある？ 7 つの棘？棘とは何ですか？なんか書いてあるな。捧げた棘？どっかにあるってこと？これは関係ないもんね。ってことはこの上か。ん？サボテンってことなんかな。ちょっと浮かして持ってこうか。よいしょ。こういうこと？捧げるってどこに捧げるの？ここに？あ、これに捧げるのか。なるほどなるほど。よいしょ。おお、画面が。あ、敵出てきたね。どっか行こうかな。よいしょ。危ねえ。あ、いた。結構敵いっぱいいるね。よいしょ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 。オッケー。おお、ほほ。痛い。下の方にも結構いるね。痛い。よいしょ。この野郎。オッケー。また上に上がって。危ねえ。よいしょ。あんまサボテン使わない方がいいのかな。このサボテンって無限湧きか。よいしょ。ほら、ここにやろ。すげえすげえ、なんかアングルが。オッケー。うん。で、この辺を持ち上げて、
よし。あれ、さっき倒したのに。無限脇なのか。はは、無限脇ですか。なるほど。いで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 。7つ先に取った方がいいね。なるほど、無限脇か。倒した意味ねえじゃん。よいしょ。重力グラブで上げて、下に向かって、よし、捧げる。あと1個か。ほっ、よいしょ。ふう、無限脇は大変だな。で、よいしょ、捧げる。いいんじゃない。オッケー。まあ、ここの敵はほったらかしでいこうか。次向こうか。いやー、結構大変ですね。よいしょ。おーおー、ちょっと待って、ここだね。よっ。んで、次は何だい。瞬く間に倒せ。うん、取って行きの、来た、スペシャルアタック。うん、スクラッチトルネード。点滅中に三角を押すと SP を全て消費して技が出せる。行くべ。おほほ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 、オッケー。おっと、ボスのお出ましか。あ、こいつさっきもいたな。浮かせるものがない。あぶね。いくぜ。おら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 、全部を壊してやるよ。よし、オッケー。なんかキトゥンすごい体勢でいたけどね。オッケー。何もない。お、また SP ゲージが溜まりましたね。で、向こうか。ふふー。よいしょ。どさ。うん。下を見よ。島が沈む前に重力鉱物を。なんだ。あー、沈んでってる。沈みきる前に。マジか、そういう感じか。じゃあ、一番下の方から取ってった方がいいね。全部取んの。あ、30万あんのかよ。いてててて。よいしょ。よいしょ。オッケー。で。はい。で、こっちも。結構あるね、ここ。よし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 。よしよしよし。コンボ回数上げといてよかったかもしれない。あ、これ買ってんだよな。よいしょ、よいしょ。で、ちょっと移動して、よし、うい、まだいけそうかな。結構余裕があるのか。あっと、やばい、眠くなってきた。よいしょ、よいしょ。で、これか。あと少し、これか。 OK。 ふう、意外と余裕があったね。 OK。 これどこまで行くんだよ。そこ？よいしょ。すごいとこ行くね。オッケー。ん？うん。駆け抜けよ。力が使えない。あはは。うん。あ、重力スライド。あったね。L に押し続けると重力スライドができる。うん。オッケー。じゃあ行こうか。
こうだ。いや、この操作もなかなか難しかったな。サボテンあんだけど、サボテンがあんだけど。よし、全然取れてないけどね。よし、取って。結構滑るんだよねこれね。敵もいんのかよ。よいしょ。あ、すげえとこ行くね、すげえとこ行くね。敵取りたい。よし、でさらに奥、もうちょっと強い敵いんじゃん。やめて、やめてください。んでこっちだね。いや、すげえ滑るな。ほよいしょ。オッケー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 。結構な数いるね。ちょ敵多い、敵多い。よし、オッケーかな。ふぅまだ行くのか。先が長いよ。お、これなんかボス出てきそうな気がするな。ちょっとこれを壊しておこうか。よし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 、オッケー。だ、その前に強化できるね。パワーアップ、重力グラブ、オブジェクトの数が3個になる。きたー。次の強化600かよ。よし、行きましょうか。ういー、ちょっと、なんだこれ、なんだこの真ん中のやつは。まあ、いや、壊せばいいのかな。あ、硬っ。よし、え、これ真ん中のやつ壊したらなんかイベントが発生する気がするな。ある程度周りのものを壊しておきたけど、硬ってーなこれ。硬っ。あっ、おー、ネビーか。え、でかくね。おおおおお、出た。うわー、すごい形してる。よし、重力グラブの力を見せてやる。飛んでいけ。当たってないね。おお、なんだなんだ、なんかやってんな。よいしょ。あれ、16グラム強くね。サボテンがない。これ浮かせんのかな、このでっけえの。あ、間違えた。よいしょ。このでっかいの浮かせる。あ、さすがに無理か。いけ。おお、なんかやってるな。おお、ほほ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 、やめてやめてやめて、あぶ、痛い。重力グラブ、ほっ。よいしょ、あとちょっとだね。なんかすげえ出しまくってるけど、あれ毒か。よいしょ、危ねえ。あ、またなんかやってるな。やめろこの野郎。オッケー、きた。はい、イータルムーブ決めてやるぜ。行くぞダスティ、フェイタルムーブ。オッケー。思ってたよりは強くなかったな。お、なんか光ってたね今。消せオーブレ。はあ、全て異常なし、不足はありません。よく見たんだろうな。何があったたらお前責任取れんだろうな。問題ありません。はあ、高い高級品の鉱石です。はあ、
ではサインをいただけますか、ボーゴさん。さっさと書け。お前ら一体どこでこんな。それは内緒ですよ。ちょびひげ野郎も帰ったことですし、すごくキラキラしてる。まだまだいっぱいあるしね。しばらく遊んで暮らせるくらい。うふふふ。企んでますね。あの二人が兄弟？ん？兄弟？悲しくなるくらい似てないな。血のつながりはないからね。あの二人？何の話だ？確かに奇妙な異世界だったね。異次元か。ほほ。まあ母語を追い払うことができたし、良かったんじゃないかな。イライラしてるね。ほう。これ以上は逆効果と思われます。ところで、あいつは何か匂うんだよな。お前心当たりないか。オッケー、キトゥンが成長。体力と重力エナジーが上昇？タリスマン。タリスマン装備ができる？ん？はあ、装備することで様々な能力を得ることができるアイテムです。ほほー。うん。タリスマン装備から行います。3種の形状のスロットにそれぞれタリスマンを装着することで能力を得ます。はあ。タリスマンの入手方法。トレチャーハンティングからも入手できます。採掘で入手することができます。無事に持ち帰ることでタリスマンに変化します。なるほど。で、好きな時に行けるようになるんだね。あー、で、メニューを開く。タリスマン。これか。あ、さっき手に入ったのがこれか。で、これをつけると。ん？これでいいのかな？装備してるよね。あ、違う、外しちゃった。これで OK か。で、戻ると。オッケー。あ、ちょっと伸びたのかな？はい。ということで、お時間がいいので、今回はここで終わりにしたいと思います。次回は何ができんのかな？まあ、またメインストーリーでも進めていきましょうかね。ということで、次回もぜひ見に来てください。ここまでご視聴ありがとうございました！